北側からの長房秋阿が駅阿賀は、広島県呉市の一地区。本校では、同地域に、かつて所在した鴨群阿賀村、阿賀町についても述べる。呉市の中心部から、旧山を挟んで東側に位置する。大日本特農家名館によれば、阿賀町の特農家は、川越彦右衛門、石丸恒一、中津賢三、三好惚れたか。 森沢地下松などがいた。西下東吉が1910年5月に事業許可を受けると10月に中国電機を設立。阿賀町に発電所を建設し1912年1月に事業を開始した。1916年3月芸美電機に合併。阿賀町の田川万助は大地主である。秋の宮島の還元祭が旧暦の6月17日に行われている。 1710年に還元船が地御前神社から宮島の神社に帰る際に暴風雨によって船が転覆寸前になったところ、阿賀村の丘野久江衛門の船とエバ村の古川屋伝蔵が還元船を救助したことから、それ以来阿賀とエバの両村が宮島の還元船を栄光して祭りが行われるようになった。 クレッシ第5巻ピアニッシ二百245章は63年3月31日、クレッシ編纂委員会編、第日本特納加盟館150ページ、2021年1月5日閲覧、電気事業要欄、第6回日本全国諸外者役員6、明治44年電気事業要欄、第9回広島県家役員6二ページ、 2021年5月17日へ閲覧。ありがとうございます。